交流戦も終わったことやし、ちょっとね、ジャイアンツの戦いっていうのを、まあ、個人とね、チームに分けて振り返っていこうかなというふうに思ってます。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、交流戦が終わったというところで、まあ、ジャイアンツね、終わったというところで、ちょっとね、個人とチームと今後というところに分けてね、ちょっと、振り返っていきたいなと。思いますと。はい。非常に振り返りたくない、戦いもね、あったんですけど、まあ、はじめチームから言うとですね、この、交流戦というのは7位でね、終わりまして、8勝9敗、1分けというところになってます。はい。まあ、皆さんも、もう思い出したくないかもしれないんだけど、まあ6連敗っていうのがありましてね。まあその6連敗あったんだけど、8勝9敗というところで、まあその貯金じゃなくて借金1で終われたっていうところは非常にね、良かったんじゃないかなっていうふうにポジティブにね、捉えると僕そう思うんですよね。で、ちょっとまあ軽くね、この18試合っていうのをさらーっと、見ていきますとね。まずソフトバンク戦。僕ね、はじめやられると思いましたよ、正直ね。うん。いきなり、一番ね、今年100勝するんちゃうかとか言われたぐらいのソフトバンクと当たりますと、いきなり出花くじかれんちゃうかっていうふうに思ったんですけど、なんと2勝1敗できたんですよね。まずそこがまず大きかった。で、試合振り返ってってもね、はじめ、まあ、完封負けされて、2-0 でね、負けて、で、ああ、やばいな、やっぱ強いな、打てへんなっていう風な形になってたんだけど、まあ、2試合目、堀田投手がね、非常に、いいピッチングをして、まあ、1-0 で勝ちましたと。すごいですよね。ここがまず強かったね。堀田投手ね、炸裂してたよね、チェンジアップとまっすぐね。うん、あれがちょっとすごいなっていう感じはしてて、で、3戦目もその流れで、高橋礼が行ってね、先発ね。で、ハルトね、ハルトが、あれ、4イニングかな、パーフェクトかな、やったよね、確かね。で、抑えて、で、6号でなんと勝ってっていうところで、2勝1敗いけたんですよね。で、これに、やっぱ調子上がってきて、その次、西武ね、西武も2勝1敗でいくんですよ。これも、1戦目、戸郷投手でしょ？で、2戦目、また木投手行って、また木投手の時は負けたんだね。うん。で、3戦目菅野さんいて、菅野さんもバチバチって7-1で勝ってね、ここも2勝1敗。めちゃくちゃ良かったよね、この時ね。で、これ、ワンチャン交流戦で優勝あるんちゃうかみたいな感じの時やったよ。この、またこの時はね。で、3カード目、ロッテなんですよ。ロッテも非常に勢いあると、強いというところで、1戦目挑んだんだけど、これが歴史的快挙ね。1試合、18得点するという、ジャイアンツの1ヶ月分は言い過ぎかな。でもほんまに、半月分ぐらいの点を取ったっていうところがあって、1イニング11点ね。あれすごかったよね。これはすごいなと思って。で、大体、そういう点の取った後の、試合ってあんま取れへんかったりすると。いうところで、2戦目、堀田投手行ったんだけど、堀田投手負けてしまうと。ああ、やばいなと。で、1試合目あんな勝ち方してんのに、なんとしてもカード落とすわけいかないっていうところで、3戦目ね、ハルトが先発して、7-4 でね、勝ってというところで、非常にね、2勝1敗、2勝1敗、2勝1敗、ソフトバンク、西武、ロッテというところで、全部2勝1敗で来てるんですよ。だから、9勝3敗か。2、3が6、6勝3敗かっていうところでめちゃくちゃいい感じで来てるんですよね。うん。で、ここからですよね。皆さん振り返りたくないというところね。まあオリックス、楽天というところで6連敗を喫するというところで、もう何をやってんだっていうところでブチ切れそうになりましたけども、はい。まあちょっと軽くね振り返っていくと、まあ1戦目統合でしょ。統合で 0-2 で負けたんですよね。ああまあ統合まあ打てへんかって、なかなか東投手ね。めちゃくちゃ球強くて、ああ、やっぱいびっちゃいなって思ったんですよ。じゃあ2戦目取らなあかんなってとこなんですよね。なんだけども、2戦目も、ここでグリフィン行って、で、0-5 ね。うん。で、グリフィンがめちゃくちゃ悪いかって言ったら別にそこまで思わないんだけど、やっぱ2戦連続でね、完封でやられてるっていうところで何しとんねんと。お前18得で取ってんちゃうかっていうところで、文句をたくさん。言ったファンもね、いるんじゃないかなというふうに思います。で、3戦目ですよね。3戦目、1戦目勝てよと。で、菅野さんが投げるから、今状態ずっといいから、これは勝てるんちゃうかっていうところで、
1-4 ね。1-4で負けるっていうところ。地獄ですよね。うん。で、まあ、この3戦ね、3試合含めて1得点しかできてないって、このオリックス。これはね、この打線の浮き沈みっていうのが非常に激しいというところがあったんですよね。で、それも、2戦目の斉藤投手ね、オリックスの。で、3戦目の佐藤投手も、もうこんなんもうね、新人みたいなもんですわ、どっちもね。それに対して全然打てないというところがあって、初物弱いと。ジャイアンツ初物弱いって、お前初物なんか、じゃあお前ら高校野球で打てんのかって話なんですけど、まあな、まあいつまでも初物弱いとか言われても仕方ないというかね、もうなんとかこう打開せなあかんなとは思ってるんですよね。で、次楽天ね。楽天でも3連敗をやりましたと。まあ、計6連敗なんですけど、まあ、いおりで止めてくれっていうところだったんですよ。で、なんですけど、これね、バルちゃんがちょっとやられちゃったというところで、まあ、4点差あったんかな ?4 点差あったやつを、まあ、ひっくり返されて、逆転負け、オゴーに最後打たれてっていうところで、こっからね、楽天がめちゃくちゃ調子上がってきたというか、まあ、もともと調子上がってるんだけど、もう完璧に波に乗らしたっていうところはありましたと。で、2戦目もほったいったんですけど、ケンシンが言ったんだけど、1イニング5点取られてね、それ以降の回っていうのは全部0なんだけど、まあ、4対5で負けてしまうというところで、まあ、初回の、まあ、5失点にも尽きるよねっていうところですよね。で、3戦目、これ楽天3戦目、これ春と言って、で、0-3で負けるというところで、まあ、その、まあ、しんどいよね。0っていうのはしんどいよね、結局ね。うん。で、相手ピッチャーも藤井っていうピッチャーね。はいはい、まあ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 、まあ、きついんだけど、まあ、ここ6連敗したと。で、もうなんとかこれもう日本ハムで、もう9連敗はだけやめてくれよっていうところなんですけど、ここで、上がってきたんですよね。まあ、エスコンで戸郷がしっかり投げてくれて、まあ、坂本さんと直樹さんがホームラン打ってね、7-2 で勝って。で、2戦目グリフィンで、これ僕感動したんですよね。このピッチングにね。皆さんも感動してないですか?僕は感動しましたよ。ほんまに感動したよ。痺れるピッチングだったら 2-0 で勝ったんだけど、うん、これ痺れるよね。で、まあ最後のリクエストもあれどうなのってとこあったけど、まあ結局ね、まあ勝てたんで、まあ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 良かった良かったってとこはありましたよね。で、昨日のゲームね、菅野さん行って、まあ粘りに粘ったんだけど、まあ3-3っていうところで、まあヘルナンデスのね、ホームラン、2アウトからのホームランっていうのは非常に大きかったし、まあ、ここで負けなかったっていうのは非常に大きいよね。やっぱりね、ずっと6連敗してたし、3連勝したかったんだけど、やっぱりね、負けてる展開から、まあ、ヘルナンデスのホームラン、まあ、カズマのホームランもあったけども、まあ、非常にね、引き分けというところで終われたのは非常に良かったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、今、さらっとね、チームの成績というか、勝敗振り返ってきましたけども、まあ、やっぱりね、この6連敗ね、オリックス、楽天か。この6連敗っていうのはちょっときついなと。うん。まだ1勝2敗ぐらいで行ってたら、まだもうちょい面白かったと思うんだけど、まあこの連敗が続いてしまうっていうね、まあチームの雰囲気も悪かったと思うし、そこをね、まあ戸郷もね、インタビューで言ってたし、その勝った時にね、エースコンで勝った時に言ってたから、まあそこをね、やっぱりエースで始まった連敗をエースで、止めてくれたっていうのは非常に良かったんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、次ちょっと個人成績というか、個人に対してちょっと振り返っていきたいと思うんですけど、まあやっぱり、まあ打者、投手っていうところあるんだけど、やっぱ打者から行くと、やっぱりヘルナンデスよね。ヘルナンデス丸っていうところが非常に状態いいと。で、交流戦の打率もね、ヘルナンデス3割4分2に打ってるんですよ。で、3本ホームランってるんですよ。交流戦でね。もう渋いと。もう素晴らしい活躍してると。で、丸さんに関しても3割1分5厘で、で、1ホームラン10打点。で、ヘルナンデスも10打点。で、この2人で20打点稼ぎ出してるのよ、交流戦だけでね。それは素晴らしいよね。うん。で、僕何度も言ってたけど、やっぱ1番、2番で、丸、ヘルナンデスってやっちゃうと、こんだけ調子いい2人をね、使うっていうところで、やっぱりそこでしか得点できないみたいなところもあるんで、3度した方がいいっていう風なところはね、言ってたと思うんですけど、で、途中ね、安倍監督もそういうね、例えば、丸、ヘルナンデスを離してね、そこに坂本さん入れたりとか、まあいろいろやってましたけども、なかなか繋がらなかったっていうのはあるんですよね。で、もう一人、調子いいバッター上げるとしたら、まあ吉川選手ですよね。まあ、交流戦で2割9分1厘。で、1ホームラン8打点。OPS735 というところで。まあ、直樹さんもね、もう守備の貢献度半端ないと。もう昨日もね、ベタ褒めしましたけども、僕。素晴らしい、守備ありました。で、バッティングでもね、こんだけやってくれるんで、非常に素晴らしいと。で、
やっぱり、まあ、打率とかは出さないんだけど、出してないんだけど、まあ、カズマとやっぱ坂本さんだよね。結局ね。そこが打てないと、やっぱ点入らないっていうのがあるし、で、ちょっと最後の方ね、兆しが見えてきたというかね、坂本さんのホームランもあったし、カズマのね、昨日、もうホームランあった、まあ、2試合連続ホームランっていうのがあったんで、こっからね、上がってきてほしいっていうのはあるんですよね。うん。で、カズマも何やかんや打ててないっていうふうなこと言われてるけど、打点で言ったら12ぐらいあるんよ。確か12か13ぐらいあったんよ。交流戦でね。だから、打点は稼いでるっていうところで、まあ、本人もね、今シーズン打点にこだわっていきたいっていうところは言ってるんで、そういったところで、まあそこはね、しっかり、打てない打てないって言われてるけど、案外仕事してるよっていうところはね、成績で見ると、数字で見るとね、出てるんでね。うん、そこは頑張ってもらいたいなというふうに思いますと。で、ピッチャーなんですよ。ピッチャーで、良かったの。やっぱ、戸郷、山崎、菅野ね。この3本柱っていうのは、やっぱ良かったと。で、戸郷に関しては、防御率 1.88 ね、交流戦で。で、2勝1敗。でも、一歩に関しては 0.67 なんですよ。えげつないの。で、いおりに関しても 1.89、1勝1敗。で、ウィップも 1.11。で、菅野さんが 2.95。で、1勝1敗。で、ウィップが 1.09 というところで、やっぱこの3枚安定してて、で、途中ね、エースコンで、グリフィンがめちゃくちゃいいピッチングしたで、ここでグリフィンが帰ってきて、で、今ロングで、赤星がね、めちゃくちゃいいじゃん。うん、だからそこに入ってきて、で、もう僕先発やっていいと思うよね。で、ハルトもね、まあ、良かったり悪かったりとか、まあ、いい兆しはあるんだけど、やっぱりまだめちゃくちゃ信頼できるかって言ったらそこまでは行ってないと、僕の中ではそう思ってるんで、赤星はあんだけね、ロングであんだけいいピッチングしてるんだったら、僕、先発戻していいと思うし、十分ね、できると思うし、うん、で、そういったところで、先発もね、非常に、メンデスが何チンタラしてんねんよっていうところあるんだけど、結構ね、本当にコマというか、しっかり揃ってきたなっていうところはあるんでね、非常に面白いなというふうに思ってますと。で、そうですね、中継ぎね、ちょっと疲れてきてるよね。うん。で、バルちゃんとかも、まあ、ちょっとね、ほんまに無双してた時に比べると、やっぱり落ちてきてる。まあ、初めての球場とか、いうところもあるんだけども、やはり、ちょっと落ちてきてるっていうのはある。うん。で、早く大勢と中川さん早く戻ってきてくれっていう話なんですけど、もうそろそろ多分ね、放置のプロ野球チャンネルとかでも、特集やったりしてるんで、動画出したりしてるんで、そろそろ戻ってくると思うんですよね。うん。まあ、7月ぐらいには戻ってくるんちゃうかなと思うんでね、一番中継ぎとかが一番きついところだと思うんで、やっぱりそこね、その二人っていうのは仕事できてないから、そこしっかり帰ってきて、そこからね、期間ね、だいぶ休んでたかもしれないけども、そこからね、しっかりやってくれたらいいと思ってるんでね。はい、バルちゃんも、まあ、守護神じゃないからね、もともとは。だから、代役という形でやってて、こんだけやってくれてるから、もう言えないしね、攻められないし、やっぱり、体制がね、戻ってきて、バチッと収まってくれてっていうところがなってくるとやっぱ面白いなっていうところもあるし、トレードもね、期限も7月までありますと。で、まあこんだけ打ててないとかいろいろあるし、外国人取ってきたりとかっていうところは僕期待してるんでね。うん。トレード、まあ日本人のその、他の球団からのトレードっていうのは僕はあんま正直期待してないというか、うん、難しいかなっていうところあるんだけども、途中加入のね、外国人の、スカウティングっていうのは、バルドナードであったりとか、ヘルナンデスとかね、非常に活躍してくれてるっていうのがあるんで、もう一人ぐらいね、途中でね、加入してきて活躍してくれたらね、めちゃくちゃ面白いなって思うし、もうそれぐらい、もしね、一人もう一回、トレードに行けたんだとすると、マジで優勝とかも狙える戦力は整ってきてるのかなって思うんで、非常に面白いと思うし、まあ6連敗したんだけど、まあ結局借金1で抑えられたし、大勢中川とかも戻ってくるところなんでね、うん、だし、先発もね、しっかり固まってきたっていうのはあるんで、あとは打線がもうちょい上がってきてくれたら非常に面白いなっていうところあるんで、そこはね、今後もね、注力して、注目して、見ていきたいところだというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は交流戦の振り返りというところをやっていきましたけども、皆さんどう思われましたでしょうか。うん、僕は結局借金地で終われたっていうのは非常にポジティブに感じてまして、そこまで悲観するところはないと思ってますと。で、まあセリーグも非常に団子状態でね、広島が今抜けてんのかな、ちょっと抜けてて、で阪神、巨人で DeNA もね、非常に交流戦で調子良かったんでだいぶ上がってきてるんでね、
そこはまだ第5のところなんで、非常にね、ヒリヒリしたシーズンのね、ペナントもね、ファンもね、面白く、まあ、パリーグと違ってね、面白く、ね、見れると思うんで、そこはね、今後も、ちょっとね、21日からかな、ペナント始まるんで、ちょっとそこまでちょっと期間空きますけども、その間っていうのは、こういう企画っていうのをやっていきたいと思うんで、ぜひね、企画案とかもございましたら、よろしくお願いします。コメントでね、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。いい動画だと思ったらね、高評価もよろしくお願いしますね。チャンネル登録もね。てな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。